皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。皆さん今日はなんか私いつもとちょっと違うのわからないですか？実は今立ってるんです。立ちながら喋ってるんですはい、ということで今私ミキフォースから出ているこの立てる車椅子というのを乗りながら、そして今日はこの車椅子の良さをお伝えしようと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで今回ミキフォースから出ているノーバーライズアクティブという車椅子を紹介していきたいと思います。今回はミキさんからご提供いただきました。実際にですね HCR の時にも体験させていただいて、乗った瞬間はすごいって思ったんですが、じゃあ実際それが実用的にね考えた時に実用性あるのか、乗ってみてよかったのと実用性があるのとではまた別の話だと思うので、今回私一人暮らししている福岡のお家で普段困っている中でここ立てたらいいのになっていうようなところのシチュエーションを撮ってみましたので、まずそちらぜひご覧ください。料理もこの高さでこういう風に調理することになってました。調理をしてて普段見える高さっていうのがこれくらいなので、この手前の少しこう近づいても手前の鍋のところっていうのが見えないんですよ。だからいつもなんか人参とかを回し忘れてたり、なんかすくい忘れてたりっていうのがあります。もちろん換気扇っていうのも届かなかったので、私はこのお盆を使っていつもスイッチをオンオフやってました。さっき届かなかった換気扇ですね。換気扇届くのかやってみようと思いますが、はい、これ中座くらいで届きます。もう中座でもちょっと伸びれば届きます。私身長152センチくらいしかないので、もっともともと160センチくらいある人とか、まあ、特に男性とかは本当にもうちょっと上げただけでも手が届くと思いますし、これマックスまで行ってないですけど、それでももう簡単に届きます。でやっぱりそういうことによって鍋を上から見ることができて、油跳ねっていうのも顔が近くならないので楽ですし、今まではもし油が跳ねたっていう時に掃除したくても、やっぱり低いからこの奥の壁にね手が届くっていうのがほとんどできなかったですし、上から汚れが見えないのであんまりどこがしっかり汚れてるっていうのは見えにくかったんですけど、高くなることによって、まあ、片手つきながらでも奥まで手がこういう風に届けてるようになったので、掃除っていうのもよりやりやすくなったなと思います。このお家は収納棚がたくさん元からついてたんです。でこの上の扉を開けることっていうのは私も手が届きます。ただ出し入れするっていうほどのこの高さにはやっぱり届かないので、基本的に物はいつもここに置いてしまう、またはここの下の収納棚に置いてしまうっていう形になってました。調理器具、こういった卵メーカーとか毎回使わないようなものっていうのがここにあると、でもちょっと邪魔かなっていうのが思ってましたね。そしてもちろん棚の上っていうのももう余裕で届くようになったので、この卵メーカーをしまうこともできるようになりました。こうやってね卵メーカーよいしょ、ほらキッチンの広さはそれぞれあると思いますが、こんな感じでブレーキをしないでおけばいろんなところにこう捕まりながらそのまま高材の状態で移動して作業することができるので、めちゃくちゃ便利です。
もちろん食器を洗うということもすごく楽になります。自分の好きな高さを見つけて作業するのがポイントです。洗面所の目線、まあこれくらいの目線で普段過ごしてまして、この洗面台も収納スペースすごくたくさんあるんですよ、元から。ただ特にこのガラスの方の収納は上の段なんて全く届きません。こちらも、真ん中にある段は普段ほとんど使わないようなものを置いて、一番上とかなんていうのは全く手がもう届かないんですね。高いところも出し入れができる。配電盤に関して私はさすがに届かなかった。あとちょっと、あとちょっとだから、ここまで来れば本当にマジックハンドとか使えば操作もうまくできると思います。全く届かないってわけではなくて、物を使えば届く距離までは高さが見込めます。そしてあとは鏡の掃除。今まで高いところはなかなか道具を使っても拭けなかったけど、今なら、まあ、手が届く範囲、あとは上の方は道具を使えば届くようになりました。次、クローゼットなんですが、ウォークインクローゼットなので手が届くんですけど、上に置く場所があるんですよ。この上になんかこう毛布とか、季節がね変わった時に置きたいなとか、あとは結構カテーテルの在庫とかを今下の方の床に置いてるんですけど、それとか、まあ尿取りパッドもそうですけど、そういった在庫とかを上に置きたいなって思っても届かない。だから全部下置きになってたのが結構嫌だったんですよね。まあもちろん、じゃあ上の方に物を置けるかってなった時に、片手にね、例えば握力が強い人とかは片手におむつを持ちながらだったとしても、こうやって上に物を乗せて収納することができます。はい、こっからの出し入れ、もちろんこの服のハンガーをねかけたりしまったりっていうのもよりやりやすくなります。ここの収納棚もいっぱいあるんですよ。でもやっぱりこの2段目しか手が届かなかったのが、はい、じゃあ上げてみましょうね。はい、ちょっと、はい、もうちょっとで全開かな。これで、まあ、今もうブレーキしてない状態なんで、どこかに捕まれば動きます。はい、届きますよ。皆さん見てます？これがほら開け始めますね。開け方ほら、すごい届く。これで収納の幅が広がりますね。素晴らしい。例えばこういった空箱ね、私取っておきたくなるんですよ、捨てられねえぜ。でも結局これを置きたいのに置くとこがない、もう溜まってってしまうっていうのがあったので、この収納の幅が広がることによって、よいしょ、はい、ここに収納することができるようになりました。素晴らしい。こんな感じで車輪をブレーキかけないで置くことで、立ったままでもいろいろ作業するっていうのもできます。別にマックスじゃなくても、自分がハンドリム手が届く高さであれば、またタイヤに、ね、届く高さであれば、タイヤを転がしてあげれば、このまま、はい、このまま移動できますよ。普段リビングでテレビを見てるっていう時も、座りながらではなくて立って見ることで、例えば腕伸ばしてみたり、体ひねってみたり、ちょっと揺れてるだけでも
いつも座っている姿勢で固まっている腸腰筋や足回り、そしてお腹周りにとってものすごく大切なので、私は今この車椅子をいつもテレビ見るときはこういう風に立った状態で見るようにしています。使うときは必ずこのニーベルトと腰のベルトはするようにしてください。そうじゃないと足がずり落ちてしまってしっかり立つことができません。いかがだったでしょうか？私なりには大満足なんでございます。もう本当に目線違うだけでこんなに生活しやすかったんだなっていうのを、もともとね健常者の私ですけど改めて実感しました。だし、今までこの家に来て、この福岡の家に来てできなかったことができるようになった、一人暮らしでもよりできることが増えたということは本当に嬉しかったです。じゃあその中でいろいろ皆さんの中で疑問があると思います。私なりにも使ってみて疑問というのがありましたので、その回答を答えていきたいと思います。まず皆さん気になるの価格ですよね。やっぱりね、これが立てる車椅子って別にないわけじゃないんですよ、世の中に、世界的にもありますが、高かったら意味ないよねっていうことだと思いますが、まず価格、最低価格で作れるのがパンフレットにもありますが、ネットにもありますが、35万円って出てるんですよ。でも35万円からってなってるので、その35万円以上本当はするんじゃない、結局何円かんやするんじゃないって思うと思いますが、本当にそれで作れますかと聞いたら、35万円ポッキリで、もう税込み35万円ポッキリで最低限必要な装備は揃っています。なので家でしか使わないですよってなった場合に、色とかもそんな凝ったもの気にしませんとか、その上がったり下がったりっていうのができます。じゃあその35万円って言っても別に安い価格ではないので、いや補助とかっていう風な頭になりますよね。なります。じゃあ補助っていうのは今適用なってるんですかという風に聞きました。そしたら、現在は自費か特例補装具として申請するしかないですが、4月に補装具支給価格の大幅な改定があり、通常申請でスタンディング車椅子が支給対象になります。必要な理由付けとかは、それぞれね、他の車椅子買うにしても自分の状態とどうなのかっていうのはありますけど、そういったのは必須ですが、その全く補助対象にならないっていうことではなくて、ある程度こう理由付けとかがしっかりしていれば申請が降りて購入のハードルが下がるというものになります。素晴らしい本当にね。じゃあ次、車椅子の大きさに関してですが、家の中でも使えますが、外でも使えるものだと私は道を歩いても感じました。普段私が乗っている固定車よりはちょっと幅が大きいんですが、それでもこのサイズ感で日常車乗ってる人っていうのはたくさんいると思います。車椅子全体の大きさっていうのは変わりはありませんが、座面の幅っていうのは、30cm、32cm、35cm、38cm、41cm の5パターンがあるので、それぞれ自分の体にほぼほぼね合った座面を選ぶことができると思います。一つ気になった点が、座面を上げるときはプッシュアップして本当にスッと浮くんですよ。ただ下げる時なんですが、結構ギューッとこう腕に力を入れないと、お尻をこう下に押し付けながら下げなきゃいけないので、それが大変でした。だから力の弱い人はこの下がるっていうのが大変なんじゃないかなと思っていて、なんか改良点というかどうにかならないんですかというふうに聞いたところ、ガスダンパーというものを使って上げ下げをしているんですが、
これ通常50キロという今強さでやっていますが、30キロに変更することができると。だから下がる時のその強さっていうのを弱めることができるんだよというのを教えていただきました。じゃあこれを実際もう納車する時に、座る時はもうちょっと弱めな調整にしたいです、弱めのガスダンパーに変えたいですってなった時に、追加料金かかりますかって聞いたら、ガスダンパーの変更に伴う加算はありませんということだったので、そこでお金を取らないっていうのはとっても嬉しいですね。で今回は特別なものというか35万円では収まらないような仕様をしてもらったんですが、ハンドリムなんですけど、カーボンのものに対してこうゴムがついているハンドリムに今回してもらってますが、こちらは私あんまりおすすめできないです。ゴムのところの摩擦が痛くて熱くてちょっと止めるのが大変だなというのと、どうしてもこの握るところが厚みが出てしまうので、そこの部分でよりこのサイドの幅が広がってコンパクト感がなくなってしまうかなと思ったので、ハンドリムに関しては私は普通のハンドリムでいいかなと思っています。これはね、立てる立てない車椅子の方々、大人たちだけじゃないじゃないですか、大人にしかないのかっていう話になると、なんと子供サイズの展示会があるそうですよ。4月20日・21日、キッズフェスタ2024というのがありまして、そこで試作車を展示して来場されたお子さんに試乗してもらって、まずはサイズ感を確認します。なのでその結果を考慮して商品化に向けて最終的な詰めを行い、まあ、可能であれば2024年年内に発売する予定です。嬉しい、子供さんたちすごい嬉しいと思います。例えば起立で着席とか、いろんな式典の場で立ってとかってあるじゃないですか。特に学校生活なんか一番大人よりあると思うんですね、立ちましょうっていうところがね。リオナちゃんの入学式の時の映像をテレビで拝見した時に、やっぱりリオナちゃんがこう頑張って 立とうというようなその動作をするわけですよ。それが本当に見てて辛くて、でも別に立たなきゃ立たないで仕方ないんですけど、やっぱり本人としてはみんなと同じように起立で着席をしたいってなった時に、このスタンディングの車椅子があればみんなで起立で着席ができるんですよ。いや最高だなって思って、だから早くね、子供たちのがね発売されることを願いますし、でもやっぱりみんなの一旦こう意見をまとめなきゃいけないと思うので、そのキッズフェスタに行ける方はまず行って、どん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 その試作品試乗して意見言ってってほしいなと思いました。まあ、現在、3月に撮影してますけど、3月時点での納車期間っていうのが2ヶ月間となっているそうなので、早めにねお申し込みしていただければ2ヶ月間で届くと思いますし、まあ、もしこの動画で大人気になってしまって、手が回らないということももしかしたらあった場合、少し納期が伸びるかもしれないのですが、まあ、今は2ヶ月間で、納期としては見ているそうです。じゃあ最後にデモをしたい場合はどうしたらいいかっていうのは、地元の福祉用具販売店を通じてミキへの、試乗を依頼してください。サイズを揃えているので、ご自身の体格に合ったデモ車っていうのを試されることをお勧めしています。で、まあ、分からないことがあればミキのウェブサイトに問い合わせフォーム、問い合わせのメールする場所がありますので、そちらにメッセージ送っていただければと思います。試乗ができるというのはとてもありがたいと思います。これ今回室内でねやってみましたけど、これ外でも最高なんじゃないって思ったのが、普段ねスーパーに行っても手が届かないところってたくさんあるじゃないですか。でそこを別にひょいって取って自分で取れるし、あとは私実験で、リハビリの人と一緒にお外を立ったまま、ほぼ立ったままちょっと前輪が 全部起立した状態になると転倒しないようになっている前の
車輪がどうしてもくっついちゃうので、少し浮かした状態じゃないと段差に引っかかっちゃいます。完璧に伸びたよりはちょっと下がった状態にしたままで、後ろを普通に押してもらうんですよ。サポートして押してもらうと、その押してる人と一緒の目線で景色を楽しめたり、会話、それこそ声が近くなって話しやすくなったりしたので、外散歩っていうこともそうですが、家じゃなければ、服見るなりなんなりで、デパート内はほとんど段差がないと思うので、一緒にお友達、家族、パートナーと楽しむことができるんじゃないかっていうのが思いました。だから別に制限っていうのは特にないので、皆さんがこういう風に、まあ、危なくないようにではありますけど、こういう風にしながら使いたいっていうのをいろいろ試すと、本当にこの車椅子の座っていた時の状態からいろんな可能性って広がってくると思います。で、握力がない人に関しては、体幹に関してはもうちょっと違うベルトをあった方がいいと思いますが、その自分で上げ下げしなきゃいけないっていうことではなくて、一緒に誰かがいるのであれば、その人が代わりに押してあげて、で下がるときは代わりに押してとかをギュッと下に押せば、他の人でも上げ下げできるので、一緒にいる人に上げ下げしてもらう、でも自分はたまに立った景色を見たいとかね、そういう時にもいいと思いますし、体に関してもやはりずっと座ってる姿勢って良くないじゃないですか。体がもうだん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 固まってってしまうので、私も本当に腸腰筋周りとか形勢が強いこともあって固まりやすくなってきてしまってるんですよ。だからそれを普段日常的に伸ばしてあげるとかっていうのもできると思います。ということで、本当にとってもとってもいい商品でした。リハビリの時も使いまして、ちょっといろんなスポーツとかもしたので、またそれはね、ちょっと短い動画、ショート動画とか、または他のリールとかでも流す予定ではあるので、ぜひそちらも見てください。はい、ということで今回はノーバーライズアクティブのご紹介でした。この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。